会場の皆さんとも踏まえて意見交換をしたいと思います。私の司会を進めさせていただきます。上智大学の木村と申します。よろしくお願いします。このセッションは運営と教育ということがタイトルに上がっています。で、実は告白しますと、私初めは運営と教育を一緒に扱っていいんだろうかという大変浅はかな疑問を持ったところから出発して、やっぱりこれつなぐことに意味があるということになったんですけれども、今お二人のお話、先生方のお話を伺いまして、本当大変素晴らしい例ですけれども、別のことのように思えるけれども、運営に学生を取り込んでいくということが、いかに教育効果が高く、また大学にとっても効果が高いかということが、大変積極的に示されたというふうに思っています。で、そういった観点で、特に最初の岡山先生の話は、本当に教育が効果が環境ということを超えて、すごく大きいということが見えてきましたし、岡山先生の話の中でも、SDGs への取り組みということの課題を明確にすることにもつながるということでして、そ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 れでは私の方から質問させていただきたいと思いますけれども、大学に、環境愛生を学生委員会がそのいわゆる年次計画を提案したりとか、そういったことを、するというお話でしたけど、大学の運営に直接、絡んでくるので、それをどういうふうにその、オーソライズしてもらうのかっていうのは結構
ハードルが高い、学生からこう提案するときに一番ハードルが高いところにいきなり提案をするというような形に、まあ、なってしまうんじゃないかなというふうに思うんですけど、その辺をどうやってやってるのかっていうのを教えていただければと思います。I'd like to ask a question for me now. And we've noticed that there are a lot of different sustainability groups which are based in different universities. And we've established that there are a lot of student groups that also want to, or we urge to, propose different statements. But however, with a lot of these projects and programs, a lot of them relate quite tangibly to the management of the school. And I was wondering how schools can deal with how it might be very difficult for students to want to modify or propose something that relates so tangibly to how the school is run. ご質問ありがとうございます。環境の目的目標実施計画を、どのように、やるかということだと思うんですけれども、それに限らずなんですけれども、学生が原案を作ったものはISO 企画委員会というところに提出するんですが、実はその前に私が見て、ちゃんと出せるレベルのところに修正をやり取りをすると、その前に実は学生は例えば1年生が作ったものは2年生が見るとか、2年生が作ったものは3年生が見るっていうようなフェーズがあった上で私の方に出してきて、さらにそれを返してっていうやり取りを1回した上で、企画委員会に出します。で、企画委員会は、大学の組織での委員会ではあるんです、意思決定機関ではあるんですけれども、学生を教育するっていう観点も持ち合わせていますので、そこでアドバイスという形で何かフィードバックをするというような形で、まあ、企画委員会自体のハードルはおそらくそこまで高くはないと思っています。で、その企画委員会で決まったものを、各キャンパスの実行委員会っていう、それぞれのキャンパスに報告する、下ろす、機関があるので、そこに行くということ で、それを決まったものをさらに最高経営層に、環境管理責任者が報告するという仕組みになっています。なので実態はそこまで厳しくないように、しております。はい。Thank you for your questions. Thank you for your question. So when the students When the students, when the students make their proposal, actually I make sure that I check the proposal in advance and make sure that it is in a state that it could be passed on to the higher levels. So for example, within the structure, the first year students, the proposal made by the first year students would be checked by the seniors, like the second years, and then I would check it, and then I would return it to them. So there's this process that of revision going on before it is handed over to the committee. And even when it's handed over to the committee, we call the committee, the planning committee, it's not the final stage. Then it is handed over to the executive committees of each campus. And after it goes through the bear, then it gets to the higher level that makes a decision. So we have a process that we go through, so that it makes easier for the university to make the decision making. はい、ありがとうございます。会場の皆さんからのご質問を受けして、それぞれの大学やご関係のところでどのように今の話を生かしていけるかということについて考えていきたいと思いますが、その前に今日この両大学の先生方に来ていただいた一つの大きな理由が、持続可能な活動を持続可能に展開しているということですね。つまり最初にお話があったように、岡山先生のところでもお話があったように、ISO 14001を取ろうと大学増えても減る、あるいは午前も議論になったように学生のサークルができては消えるといったところの一つの背景として、持続可能な取り組みが持続可能ではないという一つの皮肉な現実があるわけですね。で、そのことに関して岡山先生と小澤先生それぞれお聞きしたいんですけれども、両大学とも大変息長く取り組んでいらっしゃるわけです。で、岡山先生にはその学生が取り組む際にこの
マンネリ化とか停滞感というものがないのかといったことについて、どのようにそれを打破されているかということをぜひお伺いしたいと思います。また小笹先生の方には、北大はそのサステイナビルキャンパスマネジメント本部という形で、私が聞いている限りだといろんな部署に担当教員とかいるということなんですけれども、そのやらされ感がないかどうか、つまりまたもう一つ委員会増えてやだなというね、そういう会議が増えてやだというそういう感覚になってしまうと思うんですけれども、そういった体制作りの際のやらされ感、あるいはさせられているといった感じをどのように乗り越えてここまで取り組まれているのか、その2点それぞれの先生にお伺いできればと思います。So I would like to open up the, before we open up the question, the floor to the question, I have two, I have a question for each professors. One of the biggest theme in today's presentation was to do sustainable, sustainable project to keep it sustainable. There's ironic truth that even though those projects were trying to sustain such activities, but there is a truth to that the law of school dropped out in the middle. So I have a question first to Okayama-sensei, my apologies, on how do you break through when everybody started, when the things became a little mundane? And also a question to Otasa-sensei on how do you, at your university, how do you combat on the situation that sometimes professor felt like they were forced to do something? So I would like to ask those two questions first.ご質問ありがとうございます。私の方からは2つあります。1つは、大学側、教員側が学生に刺激を与えるということです。学生委員会、千葉大学では2005年に ISO 14000を取得しました。そして、それが、初期メンバーが熱意あって頑張りました。でもだんだんマンネリ化してきて来る頃にですね、2009年に NPO 法人格を取得すると、法人格を取得するための業務も全部学生がやったので、そこでまた盛り上がるわけですね。でまた停滞してくる頃にですね、2013年に ISO 51000を取得するっていう新たな刺激を作り、その周辺の代がまた一致団結して頑張ると。で、最近ですと2017年に、地方銀行とコラボした大きなプロジェクトを立ち上げるっていうことでまた刺激を与える。そういった刺激を定期的に与えることで、その前後の代がすごい盛り上がるというものがあります。二つ目は学生発案の、新しい企画を毎年毎年、これは学生から発案してくるので私が何かしてるわけではないですが、学生発案の新企画が出てくると。最近ですと、プラスチックストローを廃止して紙ストローを有料にしてみようっていうプロジェクトを実証実験やってみたっていうのが去年ありましたし、大学のキャンパス内に歩車分離、自転車と歩行者を分離する歩車分離を提案、大学に提案して実証実験を経て本格導入するっていうような大きな企画もありました。そういった学生の発案を、潰さずにしっかりとやり遂げさせるっていう、そういった工夫もあります。Thank you for the questions. So I have mainly two points to explain. So the first one, I think it's very important that the faculty, the teachers, and the staff motivate the students. And regarding this concern of mannerism, that it becomes routine or that the activities stagnate. So, for example, we acquired the ISO 14001 in 2005. And after several years, yes, activities became stagnated. I mean, it became normal, routinal. But then again, in 2009, we attained the NPO status, and there was, something excited happened again. And after several years again, we fell back onto the stagnation period. And then we were able to attain a higher status, higher certification, ISO 15000. So although there are certain stagnation periods, we are able to overcome that by attaining something like better, improving our status. So that's one. And the second one is that we make sure that we
incorporates student-led initiatives. For example, one was banning plastic straws within campus, and another separating the roads for pedestrians and people who ride bicycles. Those were both initiatives led by the students, and we make sure those projects are implemented. So when we have a lot of students participating, that's what makes sure that all around, like throughout the years, it doesn't completely deteriorate or stagnate forever. Okay. Yeah. はい、ご質問ありがとうございます。私の方からはその教員とかが、やらされ感になってしまうようなところはどういうふうに対処しているのかという、まあ、ご質問に対しての答え、をするわけですけれども、2つやっぱり組織的には作っておかなきゃいけないのかなというふうに思っていまして、一つは、まあ、私がまあ、そこの役割の一人になっているんですけど、サステナブルキャンパスマネジメント本部の中に幹事っていう、先生方が何名かいまして、その幹事の先生は、職員の方々ともう本当に大変なんですけど、週一で朝一のミーティングをやっています。定例ミーティングをやっています。まあ、そこで、これから考えなきゃいけないそのマネジメント項目っていうのは何があるのかっていうようなことを、協議をするっていう、まあ、まさにそのコア会議的なところを繰り返しやっているっていうのは一つあります。どうしてもそれがないとやはりそのまとめられないので、情報も一元化できないっていうのがあるので、まあ、それは必要だろうというところはあります。で、まあ、そこはもう任命されてしまっているから、まあ、やらされ感ということを言っている場合ではないからやっているというような状況の中でやらさせていただいているというのはあるんですけど、もう一つ大学自体は、まあ、すごく大勢の教職員の方々がいらっしゃるから、その人たちにどうやって参画してもらうのかという、もう一つのやり方としてですね、各学部にですね、環境負荷提言推進員という名前で、まあ、ちょっと日本語で申し訳ないですけど訳しにくいかもしれませんが、まあ、そういう役割の人が、2名いるんですね。で、1人は副学部長クラスの、まあ、方で、もう1人は職員の方という形で、選んでおりまして、この方々が、それぞれの学部それぞれまあ、いろいろ違いがありますから、その違う中で、こういった課題があるよとかですね、ま、窓口になっていただいて、その人たちからいろんな情報が上がってくるような形になっているんですね。で、これはなんでそんなことを作っているかといいますと、まあ、そうやって情報の一元化をするっていうこともあるんですけど、先ほどずっとお話しした ASK という姿勢、一人ではですねまとめることができないですね。例えば教育の話で言ってもですね、いや大学にはシラバスがあるでしょうと、だからシラバスの中でサステナブルキャンパス のやってる項目なんていうのはピックアップすればすぐ上がってくるでしょうというふうに思いがちですが、それだと非常にこう表面的な情報しか出てこない。今年度は例えばこういうゼミをやりましたよとかね、こういう取り組みで例えば、他の大学と連携してやりましたよという情報はその教員しかわからない情報として存在しているので、まあ、そういったものをその推進を通して全部一元化していくという作業というのがすごく大事になっていく。で、そういうことをやって初めて大学全体が、もっと細かいいろんな運営の話もありますけども、大学全体のキャンパスサステナビリティというのがの動きっていうのが把握できるっていうことになっているので、この2つをまあ、組織的には作っています。まあ、そういうことでですね、全員が参加して何らかの形で参加しているっていう意識っていうのが生まれてきているし、まあ、それ作らないととんでもないやらされ感ばっかりになってしまうというところは先生のご指摘の懸念だというふうに思いますので、その辺をなんとか解消できるようにやっております。
すいません、ちょっと長くなって申し訳ない。First of all, thank you for your question. The question was regarding combating how to deal with professors who feel like they are forced to do something in a sustainable development campus setting. And I feel that there are two things that I have established to make sure that this doesn't happen, to avoid this sort of problem from arising. And the first one is, within the campus management headquarters that we've established, we have weekly meetings that happen very regularly. They're required, and during this weekly meeting, we discuss core issues that are related to sustainability that have to be solved. And this, we do this because, first of all, we have to have scheduled meetings to make sure that we can collect the info and galvanize it and recognize the issues that need to be solved. And because it's required, it's not really so much a question of whether or not we're forced to do it. But the second and more important factor is how to get the many faculty members, the many faculty members who are present on campus to all join for the one cause, which is sustainable development. And we have something that I'm going to call environmental progression officers. And within each area of study within the school, we have two environmental progression officers present. And one of them is always a high-ranking member of the area of study, and one normal faculty member. And we do this to make sure that we can collect varied info or data within that area of study, because that sort of information we feel cannot be collected by itself. And of course, within the context of education, the field of education, yes, we do provide, for example, a syllabus, but a syllabus is something that just provides surface level information on something. And the only way that we can get specific knowledge on the details of how things happen logistically and pragmatically are by talking specifically to that one faculty worker who has been involved in different aspects of sustainability. And we feel that having everyone involved is the only way to achieve campus sustainability and simultaneously give everyone who's involved a sense of being present voluntarily and not being forced to do something. So this is how we've been working towards that problem. はい、ありがとうございました。では、皆さんの方からご質問をお聞きしたいと思いますけど、いかがでしょうか。Thank you very much for answering the question. Is there any question from from everybody here? 他の大学や組織のご経験といった形でもよろしいですので、質問っていう形でなくても大丈夫です。いかがでしょうか。Can mention about how your university tackle this sustainable campus program, so it does not have to take a form of question. Yes, in the back. 上智大学のソフィアエンバイメンタルアソシエーションというところから参りましたタヤというものです。なんかこういう活動を進めるにあたって、学生の自治を優先するために大学は手を出さないという場面と、そうやって千葉大学さんのように体制作りをしっかりとするという2つの、なんかベクトルとかがあると思うんですけど、そのバランスの取り方とかが本当にきっと難しいことだろうなと思って、岡山先生と小笹先生にそれぞれそのバランスを取る際に一番何に気をつけられているかをお聞きしたいです。で、あと岡山先生に対して、その ISO 委員会っていうたくさんのその部門とかがある中で、なんか環境っていうなんかいろんなものに結びつけられるものだからこそ、そういういろいろな部分を作ることができるのかなと思うのですが、その際で活動の際に何か特に大変なこととか何か今まででありましたら、ちょっとお聞かせ願いたいなと思いました。お願いいたします。あ、じゃあすいません、私のから。どうぞ。So the question was, first question is for both professors on how to balance of creating the system and also talking about the student's life as well. And also the second question is for Okayama-sensei on the, what, is there any difficulties while working for ISO and tying that to the environment?質問ありがとうございます。まず1点目 の学生自治党に任せる部分と、手を出す部分というんですかの住み分けですけれども、大学の、組織
環境マネジメントシステムを運用するという以上、やはりその学生が何でもかんでも全部任せるっていうのは難しい面があるので、そこはきっちりとあのラインを引いて、ここはしっかりとっていう部分はあの口を出すし手も出すしっていうのはあります。ですが NPO 法人 の, あの活動とかですと、逆に、何をやってるか把握してないぐらいの活動も実はあります。なので、学生がやりたいってしっかりと提案を持ってくるんだったら、大学と中でも大学としても、もちろん協力すると。で NPO の場合はもうそれよりもはるかに自由に活動ができるっていうようなあのバランスが今組織の中と NPO っていうところで取れてるのかなと思います。で2点目の、ISO 委員会における課題でしたっけ、環境というくくり、課題、ちょっとじゃあその最初の質問を小笹先生にあの回答いただいてる間にもうちょっと考えさせてください。Thank you for your question. And first of all, I would like to answer the first question. So how for students who, how to get the students involved and when the college gets involved, like where's the line? So to answer that question, I think there should be a clear line because of course students should participate and they should be leaders, but that doesn't mean that we let them do anything, like everything is freedom to do anything. There are certain things that we have to be responsible on and get involved. But in the case of the NPO, there are certain activities that we are not aware of in that case. So, so we can take, you can take the, for example, if the students want to do it officially, they can bring their proposal and then do it with the college. And on the other hand, if they, they can also do it more freely by doing it within their NPO. So there you can take to, but to summarize, yes, there are certain areas that is the university must be involved in. But there's also ways that they can do it freely by using the NPO.そしたら私の方から最初の質問について、お答えしたいと思いますけれども、先ほどのプレゼンテーションでもちょっとお話ししましたけど、大学の組織っていう組織がすごくやはりそこにいる私たちがなんかこうある種ステレオタイプのように、教員は教える人、あるいは研究する人だし、学生は教えられる人だし、教員は職員はなんかそれをマネジメントする人っていうふうにあまりにも職種分けしすぎていて、それをみんなその通りだというふうに思いすぎているんじゃないかなというふうに、思っているんですよね。変な組織だと思うんですよ。 そんな組織って多分ない。でそうじゃなくて、みんな一緒なんだよねっていうような話をどうやって作るかっていうところだと思うんですけども、そのこういうサステナブルキャンパス の活動の根本の中にある一つは、その自分たちがいる大学キャンパスっていうのの環境だとか、そこでこう生活をしてるわけですね。でその生活の品質が向上、どうやったら向上できるんだろうかっていうようなことを考えるっていうところなんじゃないかなというふうに、思っているんですよね。でそれがそのことを嫌だというふうに言う人はいないだろうと、そういうこうすごく大きなプリンシプルみたいなところを明確にした上で、どういうふうにじゃああなただったらやれますか、あるいはその学生が提案してくる話っていうのはそのラインに乗ってますかっていうようなことをやはりこう問いながらですね、ならばそのことは、みんなで考えようかというような話にもあの持ち上げていくというやり方をすればできるんじゃないかなというふうに思っているので、あの区別をしないし、大きく一つのモットーにこう全部話をこう
なんていうんですかね、こうインテグレートしていくっていうようなことっていうのを絶えず考えていくっていうことが大事なんじゃないかしらというふうに思っています。To answer the first question, as I spoke about before in an earlier presentation, the university as a coalition or like a body is very strange to me, because there is a stereotype that exists that says that teachers or professors teach, students have to learn, and the faculty manage. And I feel that this is too strictly compartmentalized. And the question becomes how to make all of these different bodies operate on equal footing to work towards a common goal. And what I have took to implementing is looking at the university's environment as a whole and contemplating how the students and the faculty and the professors can improve their livelihood, their campus life as a whole. And there aren't that many people who refuse absolutely to try to improve their livelihood on campus. And so I find that it's easier to move towards realizing that certain principle by framing it in that way. And that makes it easier to integrate the different bodies. And I think the key here is to make sure that there are no strict distinctions made between the different ranks of faculty, student, and professors. はい、そして2つ目の質問でしたけれども、環境というテーマって結構いろんな方面があるので、学生委員会としては緑化をやったりとか、環境の意識を向上させるための啓発活動をしたり、環境教育をしたりということで、かなり幅広い活動ができているので、いろんな活動新しいのやりたいっても結構許容範囲が広いです。で、最近は SDGs っていうくくりになったので、さらにもっと大きくいろんな活動ができるようになったなというふうに思っています。ただ学生の中にはどうしても先輩がやってきたからとか、あとはこの班の活動で年間計画が決まっていて、これをやるって決まってるからって言って、そのやることが目的になってしまっているっていうパターンがたまにあります。なので、私はそのやることが目的ではなく、なぜやるのかっていう目的に立ち返って、活動を考えなさいというふうには伝えてるんですね。それを理由に、例えばそれを理由にNG を出した企画とかもあって、例えばなんですけれども、グッズを作る、エコグッズを作るからペットボトルホルダーを作りたいって言った企画を持ってきた学生がいたんです。でもペットボトルホルダーを作るということは、ペットボトルを使うことを推奨していることにならないかいと言って、そうじゃないよね、だったらマイボトルを推奨した方がいいんじゃないかっていうような、なぜグッズを作ることが目的ではないというふうに、そういうふうに企画の中身によってはこちらから NG を出すということもあります。回答になってるかわからないですけれども、すいません。はい、ありがとうございます。あ、そうそういいな。To answer the second question, yes, the theme of the environment, it is very broad, and we are doing activities on a wide scale regarding education, or whether it's regional, so it's very broad in that perspective. And also recently there's also SDGs and worldwide goal settings, so it has become even wider. And when I look at the students, some of them participate because their older students recommended them to do it, and that's why they do it. And for some of them, the object of just participation becomes the only goal in their mind. But I think it is important to ask yourself, why do you do it? Why do you participate? And to give an example, one of the students proposed to me that she wanted to make a pet bottle holder for one of the projects. But by doing this, if we do this project, that means that we're promoting pet bottles, and that's not something that we want to do. So instead, we should promote my bottle. But this is what happens when carrying out something, or just doing it for the sake of doing, you don't see the real goal or why you're doing it. So I think it's important to ask yourself why you do that,
And that's something I always encourage students to do. Thank you. はい、ありがとうございました。あと会場の方からいかがでしょうか。Thank you very much for your answers. Is there any other questions? じゃあ隣の方と前奥の方とその前のどうぞ。お話ありがとうございました。上智大学の大東と申します。岡山さんに質問なんですが、初代の環境 ISO 学生委員長を務められていたと、おっしゃっていたんですけれど、その環境 ISO っていうのがどういうふうに始まったのかっていうのを聞きたくて、学生の働きかけから始まったのか、その千葉大学の大学側から始まったのかとかっていうのを、なんか自分たちが これから大学にアプローチどういうふうにしていくかっていう上でちょっと聞いてみたいなと思いました。お聞かせいただければと思います。So my question is for Okayama sensei. I heard in the presentation that you're the first president of the environmental ISO committee. So I would like to know how it started. Is it organized by the student or is it an initiative coming from the university? I would like to hear your answers to use that in my school as well. ご質問ありがとうございます。私が、最初はですね、私が3年生の時に倉坂先生のゼミに入って、このゼミとして何かできないかっていうことで、光熱水費削減学生委員会というですね、漢字ばかりのですね学生委員会を勝手に作りまして、キャンパス内のスイッチにステッカーをゲリラ的に貼るとかですね、そんなことを地道にやり始めてたんです。そうした中で、大学の中に社会人学生がいて、ISO を会社でやってましたみたいな社会人学生がいまして、大学でもやった方がいいんじゃないかっていう提案をしてくれた人がいました。でちょうど、大学でも ISO を取得 し始めて数が増えてきたっていう段階にあったので、倉坂先生は環境のご専門なので大学のそういった動きに巻き込まれていたという話で、とはいえ当時 ISO を取得するにはコンサルタントを入れてやるって取るっていうのが一般的だったんですが、コンサル料で何百万とか取られちゃうんですね。なのでなかなか 国立大学ではそんなお金ないよって話になった時に、倉坂先生がじゃあ学生でやりましょうっていう話で、倉坂ゼミ、ゼミが中心となってやった時に、その光熱水費削減学生委員会がですね、形を変えて ISO 学生委員会の呼びかけからやったっていう経緯があります。たまたま私がゼミ長だったっていう、そういうことです。はい。So thank you for your question. So how I became the first president of the ISO committee and the background related to it. So first of all, I was in a seminar of Professor Kurosaka, who also specializes in environmental studies. And while I was in the seminar, I thought of doing something within the campus to reduce the use of water.And that's when I started, putting stickers everywhere to reduce water and to recommend people to do that. So while I was engaged in these activities, one of the fellow students advised me that we should get ISO certification. But the problem was at that time, if you do it officially as an institution, we would have to hire a consultant, and that would cost a lot of money, the consultant fees. That's when Professor Kurosaka advised me to start it as a student initiative project. And that's how it started. It wasn't officially college-based, but it was led by the students. And that's how the ISO committee came into, I became the president of ISO committee. That's the background.はい、そうそう、時間が来てしまって、軽く申し訳ありませんが、短めでお願いできますか。すみません。大丈夫ですか。じゃあ、ぜひまだ10分これから
申し訳ありません。だいぶ時間があっという間に経ってしまいまして、4時10分まで休憩になります。このセッションで私の一言で感想を申し上げますと、やっぱ学生見てると、学生たくさんいますけれども、大学に来るときにやっぱりお客さん気分で、大学は何を提供してあげるんだという、何を提供してもらえるんだっていう、親も学生もそういう気分でいるということが多いような気がするんですけども、今日のお話を伺って、やっぱり大学の自分が構成員であるということをまず自覚するというところから、今度自分が社会の構成員であるという自覚につながるという意味で、本当いわゆる狭い意味の環境というよりも、そのサステイナブルな社会を作るという意味でも大変大きな意味があるなということを今日 のお話を伺って大変実感いたしました。ちょっとまだ聞き足りなかったことたくさんあると思いますので、ぜひこれからの休憩時間に先生方を捕まえて質問および意見交換していただければと思います。先生方および通訳の方々、また皆さんの方に感謝いたします。ありがとうございました。So due to the time constraint, we have to finish our session here. We're going to take a break until 4:10. And as the conclusion to today's session, I would like to first finally point out that a lot of students and parents nowadays coming to school as the guests and hoping what university can provide to us. But I hope that with this today's presentation, the student would realize that they're one important piece of the community, not just the university, but in the society.